皆さんこんばんは。さくらスクールシミュレーター、年末祭司会の秘密光です。相島大地です。まず初めは歌とダンスです。それでは出演者のご紹介です。こちらには初登場の城山真希さんにお越しいただきました。城山さん、今のお気持ちをお願いします。皆さんこんにちは、こんばんはざます。サクシミユ史上最も美しいでおなじみの城山真希ざますよ。今回は私のデビュー曲と新曲を披露するざます。耳の穴かっこじってよく聞くざますよ。それでは参りましょう。城山真希さんで私は城山真希。最新曲私は金持ちだ、2曲続けてどうぞ。思い込みのマキさん、ありがとうございました。続いてはゆうたくんとみおちゃんです。はい、ゆうたとみおです。今回は黒服のヤクザとコラボです。交渉するのが大変でしたが一生懸命頑張りました。なんとあのヤクザとの驚愕のコラボ。組長さんからはヤクザでも踊れるぞ、バカにするなとメッセージをいただきました。それではゆうたとみお、ひまわりヤクザオフィスの皆さんでユニットインザスカイ2022年スペシャルバージョンです。ゆうたくん、みおちゃん、ありがとうございました。次は
相田美代ちゃんのソロ曲、私は魔法少女美代です。美代ちゃん、初めてのソロ曲になります。美代ちゃん、意気込みをどうぞ。一生懸命頑張ります。それでは参りましょう。相田美代ちゃんで、私は魔法少女美代。私の名前は相田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 美代。私は魔法を使う。私は魔法を使う。私の名前は相田美代。私は魔法を使う。私は魔法を使う。美代ちゃん、ありがとうございました。最後は今年1年で多く再生された動画トップ10です。いいちゃん、あおいちゃん。はい、ゆいです。あおいです。ということで、早速2022年の1年間に投稿した動画の中で再生数が多いトップ10をご紹介します。第10位、宮並家の日常喋ろう。家を出ていく、950回再生。第9位、宮並家の日常お母さん出ていく、998回再生。第8位、おまけ付き爆笑ポーズが145個追加。9月のアップデート紹介1054回再生。第7位、桜学園物語ゆいたちの日常第4話、宿泊学習パレスへ見学に行く、1132回再生。第6位、宮並家の日常しゃぶろう離婚の危機、1145回再生。第5位、パレスの食堂にあるものが、1604回再生。第4位、リュウジ君が勝手に怒り出した、2249回再生。第3位、必ず一人はいる中学生あるある、7653回再生。第2位、特別編宮並家の日常サブロー家を買う、8964回再生。そして第1位は、小学生で必ず一人はいるあるある、15820回再生。皆さん、たくさんのご視聴ありがとうございました。さて、さくらスタジアムからお送りしております年末祭ですが、これをもって終了となります。今年も1年間チャンネルを応援していただきありがとうございました。まもなく2022年も終わりを迎えます。このチャンネルでは来年も物語などを中心に投稿していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来年お会いしましょう。良いお年をお迎えください。